どうも、盆栽 QASV です、まずジンバルの、買ったのでそれで撮ってみました。どうですかね、2台カメラって綺麗なカメラの方だとあんまり撮れなかった、重くてね支えきれなかったんで小さいカメラで撮ってます。まあこれでちょっと幅が広がるかなと思います。今回は、盆栽園の仕事風景ということで、以前動画の中でも出てきたブーゲンビリアの剪定とか曲げたりとか、どういうお世話をしてるのかっていうことを紹介していきたいと思います。またね、不要園さんにお邪魔してますので、ぜひとも最後までご視聴いただければと思います。お願いします。以前に針金かけたんですよ、はい、でもう食い込んできてるので一旦外すんですよ、はい、でやっぱりこういう突っ立って上向いて突っ立ってるところがまだ何箇所かあるので、そこをまた針金をかけてちょっと伏せ込んでいくっていう作業なんですけど。わかりました、はい。何か所で作ってんのかな、じゃあ。ちょっと見ていただいて、はい、針金かけておくとやっぱり枝が太ってくるんですよ。そうするとこういう針金の跡がついちゃうんですね。こうなっちゃうとやっぱり傷が残ってまずいので外すんですよ。まあここまで食い込む前に本当は外した方が、いいんですかね。この針金の跡が、傷になって残っちゃうんで。御用松とか他のね松類でしたら多少食い込んでも葉っぱがついてるんで分からないんですけど、いわゆる雑木はこれはブーゲンビリアですから一年中葉っぱがありますけど、通常は葉っぱは冬は落としますので、そうするとこういう傷があるとその傷が目立っちゃって良くなるんで、そうです、柔らかい木ほどそれを重視します。傷がないない方がいいんですよね。これが大変であればこういったこれ針金切り専用のハサミなんですけど、これでねプツ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 切っちゃってもいいんですよね。はい、それでこれでもう伸びすぎて、はいはい、もう十分伸びて枝も充実して、もう切ってもいいところもあるのでそれを切ったり、はい、いわゆるいらないところから出る場合があるんですよね、枝がね、はい、だからその必要のない枝も、はいはい、切っていきます、はい、それはもういらないのはもう元から切っちゃいますけどね、整えていくっていう。そうですね、枝を整えて、例えば後で針金かけますけど、はい、一番分かりやすいところ例えばこの枝ですよね、はい、この枝これ伸びてるんですけど、どちらかするとここに枝がちょっとないんですよね、だからここに例えばこういう具合に
枝をしてやるとここに枝ができるわけですよね、はいはい、まあ、だから針金をかけてこんな具合に、うん、後でやりますけど重ならないようにっていう、そうですね、イメージですか、はい、なるほど、はい、この部分に枝がないんですよね、はい、だからここへ枝ができるような感じで、そうですね、例えばもうこれなんかはある程度も短く留めるんですけど、はい、この場所があの針金をかけて模様をつけたところなんですよ、はいはい、でこれに準じてこれもこういうふうに下げてちょっと模様をつけてあげる、うん、このままですとあのちょっと強い感じの、はい、あの枝になっちゃうのでちょっとここに下げてやるとちょっと柔らかく見えるんですよね、うん、だから雑木の場合はあのどちらかというと枝を柔らかく見せる、はい、うん、松とかあのその小白類はどちらかというとあのがっちりしたしっかりした、うん、確かに、うん、そんな感じに作るんですけ ど、 なるほど、雑木の場合は枝があの柔らかく見える感じにするんですよね、うん、下げるっていうイメージ、うん、あのある程度は下げてっていう先端でまた上がる、ほうほう、うん、まああそこに赤松が、まあ、ありますけど、はい、最初ねこれ持ち上がってるんですよ、はい、でだんだんあの枝数が増えてってだんだんこうに重くなって下がるんですよ、はいはい、でも先端行くとちょっと持ち上がるんですね、うんうんうん、やっぱり先端の方はやっぱり若くて若々しいんでちょっと持ち上がるんですね、はい、枝はね、だからそんな感じでね、で落として先端でちょっと上がるのが、そんな、うん、柔らかい印象ができる、うん、そんな感じにね、うん、だから一旦みんなこれもちょっと下がり気味で最終的にはもう、針金もそれほどもうかけないんですよ、はい、で あとは剪定だけで十分いけますので、はいはい、もう最終的なその微調整だけで針金のね、うんうん、それとこの枝ですね、この枝2本これはねちょっといわゆるまあこれがまあ下がるんですけど、これが下がってこちらがいわゆる受信部っていうか頭になるところなんですよね、はい、でこれ枝なんです、うんうんうん、ですから枝がだいぶ強いので、まあ短くもう止めちゃいます。これはもう針金かけないで短く止めて、はいはい、るだけでいいと思うので、止めるというのは切っちゃう、切っちゃうってことです、はい、こっちがメインで、そうですね、こっちがメイン、こっちが枝ってことですね、はいはいはい、まあ、これも後で針金をかけてちょっと模様とおりますけど、はいはい、こちらはもう切るだけで、なるほど、今切っちゃいますけど、まあ、花がついてるからもったいないんですけどね、そうですね、でももうこれ以上太っても困るので、うん、はい、これ一応枝なんですよね、はい、でこっちが頭なんで頭の方がやっぱりある程度強くないと、うん、まあ盆栽らしくないので、こっちはどちらかというともうこれ以上太らしたくない、はいはい、この部分をね、ですからできるだけもう詰めてあげる、なるほど、こちらはもうちょっと太ってもしっかりして、はいはい、もういいので、うん、はい、じゃあこれ針金をかけながら、はい、必要のないところは切っていくし、はい、でしますので、お願いします。こんな感じにね、はい、模様をつけるといいと思いますね。でこれも切っちゃいます、うん、もうこれ以上太らなくもいいので、はい、どちらかというとこちらのこっちの枝は細いんでこれは伸ばして太らしたいですよね。なるほど、はい、全体のバランスで見てってことですか。そうですね、これ一番下の枝なんで、はい、やっぱりこの枝が一番大きくしっかりした、うんうんうん、だから全体的には最終的の大きさっていうとこのくらい、はいはい、このくらいまで、
欲しいですよね。はいはい。だからある程度伸ばして切り、伸ばして切りで最終的にここの大きさになる。うん、だから一気にここまで伸ばしちゃうと枝ができなくなっちゃうので、やっぱり伸ばしては切り、伸ばしては切りで、まあ何年かかけてそうしないと枝が密にならないので、はい、はいはい、木は結構ねトゲがあるんですよ。おトゲが結構あるんですよ。こういう風にね、ああ結構でかいのか。痛いですよ。でっかいトゲありますね。この枝もやっぱり上に突っ張っておかしいので、はい、これはやっぱり模様をつけながら、うんうんうん、下へちょっと、うん、下げたんですね。下げたんですね。お茶どうぞ。あ、ありがとうございます。枝の太さによって使い分けてるんですか、針金。そうですね、種類。そうですね。で、枝が細ければそんなに硬くないので、はい、やっぱりある程度太って太い針が出ないと、ここにいい枝が小さいんですけど、ここにいい枝があるのでこれいらないんで、この元からこれは取ります。そうすると今隠れてたんですけど、この枝が出てきたんで、この枝いい枝なんで、これ針金かけてこっちへ。なるほど、うん、出します。これなんかもちょっと上に持ち上がっちゃってるように見えるんですけど、はいはい、結構元の方で切り落としちゃうんですよ。
うんうん、切っちゃうんですね。そうなんですよ。だから今はちょっと上に持ち上がってるように見えるんですけど、はいはい、この辺でね切っちゃうわけですよ、はい、今は切らないですけど、はいはいはい、ちょっとこれ持ち上がってるように見えますけど、うん、まあこれなんかもそうですね、ちょっと持ち上がって、まあ、全体から見ればこれもこれだけ飛び抜けてちょっとね上向いちゃってるんですけど、これもこの辺で切るんですよ、うんうん、鼻は伸ばして切って伸ばして、そうです、そうです、どうせ切っちゃうので、はい、あえてかけないんですけどね。なるほど、はい、とりあえずこれで一応、はいはい、これ正面って、正面はこちらになります。あ、どうしろ花が終わったらば短く、はいはい、さっきみたいにみんな全体的にね切っちゃうんですけどね。季節的なものですか、じゃあ。花が終わった時点で切ります、まあ、せっかく花がついてるんでね、つけておきますけど、 今やってた作業って、うん、やっぱ正面から見た時に、うん、木がこう動きが見えてそこにこう、うん、枝をバランスよくっていう感じで、そうですね、やってたんですね、はい、常に正面を見ながら、はいはいはい、だからぐるぐる回して、うん、後ろの方をやってても正面から見て後ろの枝を見てとかね、はい、剪定とかするときに、うん、どこを基準としてやるのかなとか思って、うん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 、まあ盆栽も全般的にそうなんですけど、はい、いわゆる正面から見て幹模様がよく見えるとか、うん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 、で一番分かりやすいのが横に真横にすると、はいはい、見てる側にちょっとお辞儀をしてるような感じ、常に見てる方にちょっとお辞儀をしてる、うんうんうん、こう見た時にこう覆、うんね、いかぶさるというか、その大木感ってやつ、そうですね、だから横から見るとね、この木どこが正面かなとちょっと迷ったら、はいはい、横から見てみるんですよ、こっちから見ると、うん、こっちが正面だって、はい、そうです、あ、なるほど、まあ、長方とか楕円は、はい、どっちかなんですよ、正面はね、鉢の話ですか、そうそう、この鉢の話だから、どっちかで見るしかないんで、ただ丸だと、はいはい、どこの見方、どこで見たらいいか分かんないんですよね。ただ基本的には丸の場合、はい、例えばね、はい、これ丸なんですけど、丸の場合正面はこの足のあるところ、足を一応基本としてます、ここが正面、そうですね、鉢のこの正面は、なるほど、で場合によったら2本2つを見せる場合もあります、はいはい、大体こういう丸い形の鉢は足が一つ見えるところが正面になります。こういった長方の場合はね、どっちかになるんですね、こっちか、うん、こっちかになるんですよね、はい、で分かんないときは横から見ると、なるほど、はいはいはい、ちょっと前にちょっとお辞儀をしてるような感じ、ね、はい、正面にこう、うん、来てる方が迫力ありますよね、うん、するとこの幹模様がよく見える、うん、うん、いや、こちらで完了で、はい、はいはい、ありがとうございました、はい、だいぶ急ぎでやりましたけどすいません針金をかけるときに、はい、僕やります、結構ね、あ、刺さってましたすいませんいえいえいえ